ちの60過ぎた父親は釘宮さんの大ファンですからね。何かっていうと他のアニメ見て、これ神楽だろ、これ神楽だろって。いや、お父さんこれ出てないんだけど。この勢いでさっちゃんにも。そうそうそう。燃えていただきましょう、お父さん。どんな感じなんだろうな、父親はって思うんだけど。小林家ってどうなんですか、あの、アニメ見てますか。あのね、誰お父さん出てきたよちょっとお父さんのイメージは全然似てないんです、うん、今の小林さんのお父さんって全くあの実態が分かんないんですけど、ね、僕の中ではギース・ハワードみたいな感じなんだと思うんですよ、ね、ああ完全にマッチョだね。そうそうそう、なんかちょっとね、あの、いや、あの、ここがあのユウさんのお父さんですかって言った瞬間にダブルレプウケンで人がなりそうだね。ハガーではないんだね。そうそうそう、すいませんね、本当に。でもなんか強いもんね、お父さんね。ほほう、強いですか。あの、強そうな感じがする。そうそう、そういうイメージですか。厳しいなんかすごい屈強なイメージっていう。屈強な、ええ、ありがとうございます、ええ、父にもちゃんとそれで伝えられてて、はい、嬉しいです。実態がわからない、イメージ実態がわからない、強そうなんて言っていただいて、でもすごく、うん、いやいやあの本当にあの厳しくあの育ててくれて、はいはいはい、ありがとうございます。